こんにちは。地球に優しい生き方をしていきたいと思っているけいこです。皆さんは寒い季節にカイロをお使いでしょうか？使い捨てカイロ、実はゴミにしてしまってはもったいないような素晴らしい有効活用法があるのです。兵庫県にあるゴーグリーン社という会社では、使い終わったカイロを回収して、カイロの中にある二価鉄イオンを取り出し、このようなペレット状にし、ゴーグリーンキューブというものを作っています。二価鉄イオンは光合成細菌の働きによって酸化させ、ヘドロが溜まった汚染された水中の生態系が安定化するのだそうです。このゴーグリーンキューブは2025年の大阪万博が開催されるまでに大阪湾をきれいにする活動にも役立つそうですので、ぜひ使い終わったカイロをゴミにせず、ゴーグリーン社へ送っていただけないでしょうか。概要欄にも送り先とゴーグリーン社のホームページを貼ってありますが、送り先は郵便番号 679-0313、 兵庫県西脇市黒田省庁岡684-1、ゴーグリーン物流センターロジスティック部石井部長様宛てまでどうぞよろしくお願いします。送っていただく際にはエコデココまたは大阪湾プロジェクトと書いていただけるととても助かります。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。